ハーチュウさんってなんか、もともとライブラブログやってて、はい、僕は同じカテゴリー、ライブラブログなんかの同じカテゴリーにいて、はい、日々競い合ってる中だったんですけど、はい、いつの間にかライブラブログから LINE ブログに移ってて、はいはい、なんでなのかなと思って。LINE ブログって、はい、アドセンスとか貼れないんですよね。あ、そうなんですか。うん、あのカスタマイズあんまできなそうなので、LINE、うん、ブログ行くと何かいいことあんのかなって。すげえすハーチュウさん移った時僕も確か作ったんですけど、あのまだ登録みんなできなくて。うん、うん 選ばれた人だけできるみたいな感じであの自己 PR 書いてみたいな僕書いたら通ったんですけどはい、はいはい、あそうなんですかその時にあのなんだっけその芸能人とかが並んでるトップのところに確かリンク貼ってもらえてうん、うんうん、アクセスは来るんアクセスがくるっていうのをなんか見ましたけどね夏目さんは今ライブラブログなんですよね今そうですね、まあ、僕別にブログそんなちゃんとやってないんでうん僕も LINE ブログにした方がいいのかなと思ったんですけどうん 何が変わるのかよく分かんないので、うん、まあ今のほうものでいいやと思ったんですけどね、まあ、あとまあブログちょっと飽きちゃったっていうのはあるんで同じく <laughs> なかなか更新できないなという、うん、ポッドキャストの告知みたいになってますからね <laughs> なんか LINE ブログでハーチューさんも29歳女子の本音トークとかこの小ノートになりますけど、うん、書かれてました、ね、ハーチューさんは本当幅広い活動をしてますよね、うん、何個やってんだっていうか あの多分最近ノートで音声アップしてねすごいですよねでブログもやって、はいろんなとこに連載して、はい、サロンやって、はい、いつ寝てるんだと思いますよねすごい,ですよ、ね、すごいめちゃめちゃすごいですよね終わ、うん、りでハーチョさんみたいになりたいっていう女性はたくさんいますもんあそうなんですかすいへえみたいなっていうのは何を指しているんですかねネットでいろいろ書いたりするってことなんですかね なんなんでしょうねあの打たれ強さですかねそれは打たれないようになりたいです、ね、<laughs> <laughs> いやまあすごいですよね本を出してねすごいですねバイタリティ溢あぐれる本当そうですよ、うん、顔を見ない日がないなと思いますもんインターネットをしてるとねハーチュウさんの文章何がすごいと思いますかどういうい 僕はあの本買ってんすよね。はい、何ですか。半径5メートル。半径5メートルです。付箋貼ったんですか。付箋貼りました。<laughs> <laughs> 当たり前じゃないですか。たくさん付箋貼りましたよね。<laughs> あれはもう面白かったですね。はい、もう怨念を感じる文章で。<laughs> 許さんみたいな。<laughs> 許さんしか言ってないですもん。<laughs> 前半。はい,はい、いろんな言い方で許さねえって言ってて、うんうん、それがすげえ良かった。うん、面白かったですね。うん あんなドロドロハーチェさんも自分でおっしゃってましたけど本屋行ってまだあるっていうのがすごいなとあすごいます、ね、あの結構前のですもん、ね、1年ぐらい経つんですかね。ですかね半年、まあ 1>, うん、1年ぐらい経つと思うんですけど何、うん、だろう言ってもこう百田直樹とか東野恵子とか分かるんですけど、うん、ちょっとカテゴリー違うかもしれないですけど、うん、そういう人たちに比べたら、うん、こう。 結構消えちゃいがちじゃないですか。で、本も売れるのを常に置いとかなきゃだめなんそうですね。それで今でもずっと本屋にあるっていうのはそういうことですよね。う売れっ子作家ですね。売れっ子作家ですね。僕も今年2月に本を出しまして。あら。おでんの売れてんのかよくわからないですけど。本屋では見ないですね。コンビニに置いてあるんですかコンビニにね、春先置いてありましたね。ははいい で夏は一瞬おでんが終わってしまうので、はい、スッとおでん, <laughs> おでんともにおでんコーナーに置いといてもらったらいいんじゃないですかあそうですねでも一緒に買うの恥ずかしくないですか,、まあ、確かにこの野郎ダイエットしてんな,してんなって <laughs> <laughs> バレちゃうっていう一発ででもまたおでんシーズン来たんで売れるといいなって思ってますけども、うんうん、売れるといいですね本当売れるといいですね僕本書きたいんですけど何の本ですか、うん 何かけると思います。ラグビーについて。<laughs> いやいや、もっと詳しい人と <laughs> <か>。<laughs> <laughs> マムシボンとかどう。マムシボン、それももっと詳しい,人い <laughs>。<laughs> 戦国先生とか言いますよ。そうか。<laughs> いや、これは負けないっていうのはなんですかね。マムシとラグビー以外に。 マムシとラグビーは結構上にそれからポッドキャストをめちゃめちゃ頑張って続けてポッドキャスト本出すとかやるしかないじゃないですかああそれはすごいでもまあもっと詳しい人いるんですけどね <laughs> もちろん <laughs> 技術的に詳しい人そうそうそうん本書きたいです大変ですよきっと、うん、大変でしたお大変でしたよなんかネットでブログ一記事書くの靴見かせるとまあ全然違うスパンの、はい はい、体力をいるので、はい、あと先が見えない作業に最初は感じたので、はい、まあまあ、あ,あもうすげえ大変なことだなあと思いましたけどね、えー、編集者の方はすごいなと思いましたね、本を作るの、えー、それって、まず連絡が来たんですかこう、おでんの本書きましょうよって。そうですね、あの知り合いの編集者で、もともとネットメディアに関する本を書こうとしたんですよ、二、うん、人で。はい、でも方向転換して、はい あ結構転換しましまたね,そうすね <laughs>、うん、この内容だと、はい、悪用したら、はい、変なサイトたくさんできちゃうねみたいな、はい、なんか読まれる方法みたいなのを、はい、今更書いても、はい、変なふに使えたら嫌だねみたいな、はい、だったらおでんにしようぜみたいな話になったんですよねすごい方向転換じゃないですか <laughs> <laughs> それは書くときにこう書いててもう赤入れたくさん入れられるんですか 日本、ね、は違う、はいうん、もう全然文体が違うというか<ー>本で読みやすい文体とはどういうものかっていうのは僕はわからないのではいろ、はいろ教えてもらいましたねへえ<ー>でもその編集者の方はこの間僕会ったんですけど「はい、ポャィア最近やってんだ」って言ったら、はい、その場で聞き出して「ですかいいじゃない」って言ってましたよちょっとぜひ、はい、一緒にやってるやつが本を言っときます たぶん聞いてると思うんでそうですねはい竹内さんという竹内さんうん夏目ぐです多分彼は夏目さんのこと知ってましたね背ブ島行った人みたいな認識でカヤックともお仕事の付き合いがいろいろあるみたいあな柳沢さんの本とか作ったんじゃないですかねきっとかやカヤックの社長ですねそうですねはい夏目さんの本出るといいですねそうですねうん まあマムシ本でしょうね。うん、半径2センチの。半径2センチの本。2>, <laughs> 2列目は歩くな。歩くなら2列目以外っていうタイトルで。いいですね、うん。タイトルで言い切っちゃってますけど、いいんですかね。よくないと思います。83、うん、はすごいなってお話でしたすねぜひゲストに。 出てもらえると嬉しいですいやだって我々のポッドキャストを聞いて早速自分で始めるってやっぱすごいすうですよね、うん、サラダエさん忙しいのに、うん、しかも最近僕の,あのポテトサラダを毎日インスタグラムで上げてる友人からいきなり連絡来て「はいはい、僕のことを話してくれてありがとう」へえそうなんだなんで知ってんのって言ったらハーチュウさんから連絡来てハ <laughs> ーチュウさんは友達なんですねですですへえ すすごいでねちゃんと聞いてるんですねしかもその本人に連絡したりとかいろいろやっぱ豆らしいすごくふとは軽いんでしょうねそうだ忘れてたこれハーチューさんの話がもし出てきたら絶対言おうと思ってたんですけどあの「ハーチュー雑学」って知ってます知らないですあの今年の春先ぐらいにケンスーさんが今ナナピの社長さんですね ハーチュー雑学っていうツイートを、はい、もう何十個だろうもうへ<ー>本当に100個とは言わないですけどハーチューに関するコネタがそうなんですかツイーでこれ貼るんですけど、うん、僕最初これを本当にリアルタイムで見てて、はい、あれなんかこいつバグったか <laughs> っていうぐらい乗っみたいなそうそう,そう、はい、だからあれ新手のレイバンっていろいろ言われてたんですけど <laughs> いきなりあのハ,ッシュハーチュー雑学っていうのをつけて数十個あの 2007年の10月に取った催眠術師の資格の試験パートナーはジョン・マカフィーであるとか <laughs> ちょっと待ってください、今これ送りますよ、これめっちゃ面白いから、これ,これです。それは、なんで知ってるんですかね、そんなことをね。そうなんですよ。陸上部出身で、がっちりと下半身に理がついていることはコンプレックスだったことがあるとか。<laughs> ケンスーさんはハーチューさんを研究してるんですかうーん。うん。実家はタマプラザとか。 僕ハーチューさんの顔がタイプですけどね<あ> <laughs> 僕もあの顔がタイプです <laughs> <laughs> って小ネタに書いて雑談書いてあるんで言ってみましたけど、ね、<laughs> へえすごい細かい内容ばっかりですねそうなんですよ気持ち悪いですよねこれは気持ち悪いですねはいそうなんだこれが僕はもうすごい この本当にリアルタイムで見てて,て夜9時とか10時ぐらいだったんですけど、うん、もう楽しくて楽しくて <laughs> リアルタイム今も楽しそうですねこれね、はい、はあ <laughs> <laughs> すごいな、うん、なんでこれをやったかは謎です僕もハーチューザー数持ってないかないやないですけどね僕もなんかあるかな 細そのこれねシンガポール9歳から13歳まで日本人小学校6年3組ってどっかやってしどうやって知るんですかねうーん気持ち悪いですね、うん